まず最初に、オムライスは日本発祥の料理です。オムライスという名前は、フランス語のオムレットと英語のライスを組み合わせたものです。そのまま合成するとオムレツライスになります。この人気の洋食メニューが広まるまでには、2つの店が関わっています。東京、銀座のレンガ亭と大阪、心斎橋の北極星です。1900年、明治33年東京の洋食店レンガ亭の厨房で、スプーン一つで簡単に食べられるまかない料理として、溶き卵、肉、玉ねぎをご飯と共に焼いた一皿がありました。それを見かけた客の一人がぜひそれを食べたいとリクエストしたことで、ライスオムレツというメニューが誕生しました。その約20年後、大阪の洋食店北極星の前身であるパン屋の食堂には、胃の調子が悪く、いつもオムレツと白いご飯だけを食べている常連客がいました。店の主人が毎日同じものばかりではかわいそうだと考え、玉ねぎとケチャップで炒めたライスを薄焼き卵で包んで提供しました。このエピソードからオムライスという名前が生まれたと国会図書館のデータベースに記載されています。つまり、卵とご飯を組み合わせた原型はレンガ亭。薄焼き卵で包む現在のスタイルは北極星によるもので、オムライスはこの2つの支流からタイガへと成長したのです。